五十嵐です。今日は少ないお金で独立企業に成功する7つのステップというものをお伝えしたいと思います。独立企業を考える上では大きく3つのフェーズ、そして7個のステップに分かれて考えていく必要があるんだ。まずそういう全体像を理解をしてみてください。順番に説明したいと思います。3つのフェーズが何かというと、こちらにも書いていますけれども、1つ目が事業コンセプトを考える、2つ目が実現手段を検討していく、そして3つ目が実行環境を整える。この大きく3つのフェーズで考えてみてください。まず1つ目のこの事業コンセプトを考えるというところなんですが、こちらはもっとシンプルに言うとこうです。あなたは誰に何をどのように提供していきますか。この誰に何をどのように、これをしっかりと考えることがまずは一番最初にやらなければいけないということになります。この事業コンセプト、これがいいものかどうかによって、その事業、企業の成功確率は大きく変わってくるんだ、そういった話なんですよ。で、そういった誰に何をどのように、これを明確にしたら、その次はその具体的な手段を考えていきます。例えば商品はどういう商品群にするのか、価格はどうするのか、どういうふうにプロモーションを打っていくのか、人をどういうふうに採用するのか、お金をどう集めるのか、等々、もう具体的な項目、これを実現手段と言っていますが、こういうことをその次のフェーズ2では決めていくというようなところになっています。で、ついついですね、独立企業を考える上では、こういった具体的に見えるところ、価格どうするとか、何売るとかね、そういうことから頭入りがちなんですが、実はこの実現手段というものは事業コンセプトが決まらないと基本的には決まりません。ですから、この事業コンセプトがまだ固まってないのであれば、まずはそれをしっかり固める。その上で具体的な実現手段というところを考えていってください。基本的には、マーケティングとか売り上げを上げるということ、あとは人をどうするか、そしてお金をどうするか、この3つのことを具体的に落とし込んでいく、そういった形になります。コンセプトが決まり、そして実現手段が決まった、これでいけるって思われたかもしれませんが、そのもう一個ですね、後にやらなければいけないことがあります。それが何かというと、実行環境。昨日お伝えした通り、やっぱり起業していく上では心のメンテナンス非常に大事です。どうしても孤独になりがち、そういう時にその心が折れないためにもですね、実行していくための、周囲の環境ですね、最適な環境を作り込んでいく、それをですね、やっていかなければいけない、とそういう話になります。以上、事業コンセプト、そして実現手段、最適な環境整備、この3つのステップ、そしてこの詳しい7つのステップを正しい事前準備として独立起業する前にしっかりやっていっていただきたいと思います。詳しい内容についてはまた明日以降お伝えしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。